はい、あ、チャップルですです。あうちあうち。なかなか思うようにいかないの人生かなみたいなやつなんですけど、今のところですね、まあ一人でまずベッドから起き上がることができないっていうことと、まあ、寝返りもねできないんでしょうね。腰がめちゃくちゃ痛くて、まあ何時間おきかにペインキラーメディスンでこう腰の痛みを和らげてるって感じなんですけど、おとついぐらいまではこうなんかナンバー2のスムーズにいくやつを飲んでたんですよ。そうすると昨日はもうずっとトイレに1時間ぐらいこもってなかなか終わりが来ないっていうやつだったんですよね。で今日はそれで多分まあ朝の時間も相まってお腹の中にナンバー2が入ってないからかもしれないっていうのもあるんですけど、今日はまだ全く出てこなくて、また同じように1時間ぐらいトイレで座ってましたっていうやつなんですけどね。まあ右から左にはなかなか行かないなっていうことで、あくさびょーみたいなやつですけど、日頃な普通に自分で寝返りができて、自分でベッドから起きれて、自分でトイレに行けてとかっていうのがね、本当どれだけ幸せげなことかっていうことを、ああここ12日間ぐらいの間で、ああいうえおっていうやつですね、身に染みて感じてますね。薬をストップすると、薬を飲むと出てくるのが止まらないし、薬をやめると全く出てこないし、あっきさみよっていうやつです。まあでもね、腰の痛みはあうちあうち、前に比べたらかなり良くなってきてますね。まあ、ほんとこう 2,3 日うちには退院できそうな気がしてます。ほんと皆さんのおかげであります、ありがとうございます。ただ状況としてはそうですね、前はナンバーワンが超厳しかったんですけど、膀胱もボコ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 って感じで、今はまだナンバーツーがね、あうちあうち、厳しかったりするっていうやつですね。あうちーまったやーさ、ほっほっ、ピュー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 、ほっほっ。